愛媛県立伊予高等学校は愛媛県伊予郡正木町にある公立の高等学校。学校名に伊予とあるが伊予市にあるわけではなく伊予郡にあるために名付けられている。周りを田畑に囲まれ学校西側には国道56号が南北に走り、ここ十数年でこの国道沿いは商業施設が急増した。2002年に創立20周年を迎え記念公園に 空手芸の角田信明が招待された。その後3年を機にトップランナートークと題し、著名人を招いて講演を行っている。2005年は当時弁護士の橋本徹を迎え、そのことは橋本のブログにも書かれた。20周年を機にコンピューター部によって作成され、公開されたホームページは開設当初から週に最低一度は更新し、開設年度は 年間4万アクセスを記録した。部活動として、文化部では吹奏楽部があり、運動部では男子ホッケー部がある。映画、世界の中心で、愛を叫ぶのロケに使用されたこともある。ロケは、HR 教室、渡り廊下、特別教胸屋上、運動場などで行われ、在学生もエキストラとして多数参加、ロケ中には片山も訪問した。劇中において、 グラウンドで秋が水道水を飲むシーンがあるが、その手洗い場は美術セットである。撮影後は場所を変えて保存されている。また、高校のシーン全てが撮影されたわけではなく、香川県の高校も使用されている。ありがとうございます。